こんにちは出会い場週刊チャンネルの清水です今日はですねいやーいろいろ内定を清水さんもらったんですけどね実はね辞退しなきゃいけないんです気が重いなっていう方に内定自体の作法についてお話しさせていただきます6月に入るとですね一気に内定がどんと出て現地においてもですね複数者内定してる学生さんもいるでも決めなきゃいけないよねぼちぼち決めてみんなもよし就活終了ってしたいでしょう。 さあ5月15日のですね調査によると内定者のうちにすでに54%の学生さんんが内定なんですそうするとねまあ辞退しなきゃいけないってことだねそうすると辞退の気まずさから連絡しない絶対にダメ内定辞退するんだったらどういうふうにして辞退をすればいいか今日はそれについて解説させていただきますさあ今日はですねこの順番でまたお話しさせていただきますさあ一番最初に皆さんに伝えるのは内定辞退とは何なのか まあこれはまあ皆さん分かると思うんですけど内定もらいました企業からありがとうございましたってその時思ったしかし何社かもらっちゃったそうすると内定の通知がもらったそして 泣いてって口頭って言われる、まあ、それで終わる場合に終われて通知を紙でもらう場合にもそして皆さんが承諾しましたって口頭そして紙を出す、まあ、こんな形で実際の承諾までの流れができたそして承諾前に辞退を1回書いて辞退するっていうのは道義的には非常に重い責任がありますからねなるるべく承諾すす前にですね。 やっぱりやるべきでで承諾前後で対応が異なりますね特に承諾後の事態は相手は入社する前提で考えてますそうでね数数えてるんですよこの子入るよねこの子入るよねそうですすぐに本当に承諾後の事態だったらすぐに連絡入れるべきなんですだって採用計画狂うと採用続行すべきかもう終わっちゃったら新たに採用するの難しいって相手の事情も正しく認識すべきなんですね企業の採用計画に影響を与えてしまうとても重要な要素だってことなんです 特にね、1年後の社会人にあなたたちなりますよね。あなた人事に配属されたら、その人事の人の気持ち分かるでしょう。まあそういう意味で言うとですね、いろんな視点で皆さんが考えてあげるってことが重要だってことなんですね。さあそして、時期内定承諾はですね、内定もらってからなるべく早くだいたい1週間程度にした方がいいと言われています。承諾を待ってほしい場合にはですね、きちんと理由を話して先方の人事と交渉してください。 その結果でねいやーそうは言っても1週間以内で答えてくれないと困るんだよって言われたらその時にどうするかね辞退をするのか承諾をしちゃうのかそこは皆さんがそこで迷うんだけど何も交渉しないでね勝手に承諾をするってことはあまりいいことではないんですで辞退の場合はなるべく早く連絡をするこれが重要なんです辞退はすぐに連絡すぐに連絡これが最も重要です採用計画に影響を及ぼすからなんですねさあ方法です どのように辞退をするべきなのかこれ使い分けなきゃいけないんですけどどの方法でもいいですからまず早急に連絡しなきゃいけないってことが重要なんですすぐに連絡をしなさいってことがとても重要企業はですねまだ SNS ツールをですねよりはメールなんですよで必ずですねこう相手にきちっと伝えたという事実を残さなきゃいけないから電話だけだといけないと言われてるんです だから電話して必ずメールを送るこれがですねセットで行われることが最もいいと言われてますまずは電話を基本にかけるでも必ずしも自分がお世話になった人事の人がいない場合もある、ね、そうした場合にはいったんなんなのいや実はってお伝えして本人その人じゃないと伝えにくいなと思ったら「分かりました」「メールで一旦お伝えしておきます」「すぐに連絡をしておかなきゃいけない」で電話で話した後もメールを送るこれは確認の意味合いもあるんです え聞いてないよみたいな話が起きちゃうじゃないですか。だから電話で伝えた後もメールを送る。これは絶対にやっといた方がいいんですね。電話で話してもメールは送る。これが一般的な対応なんですね。そして手紙。 これはですねもちろんこう電話で連絡してメールを送ってそれにプラスで手紙を書くべきかどうか悩みますね金融業界みたいな硬いところはです、ね、辞退する場合には書いた方がいいかもしれませんね例えば、母校からの、ね、紹介、ね、母校からの採用人数が少ないねだから、ね、僕らの大学からと1人、一人しか毎年多くないそういう場合には、まあ、後輩に影響を与えないためにも丁寧な対応が必要。 知人とか知り合いからの障害、これはもう電話で話した後に絶対に手紙ぐらいは書かなきゃいけない。 内定研修を受けた後の事態とかこれもまあ手紙ぐらいでちゃんと書かなきゃいけない採用担当や人事にものすごく個別にお世話になってこれもまあ場合によっては手紙書いてもう一回きちっと挨拶に行くみたいなことも含めてやらないといけない就職後もつながりがありそうな企業の選考の事態の場合にも同じようなこういう場合にはですねきちっと手紙もしくは対面で対応するってことも皆さんが視野に入れないといけないよねそして対面でで会う時はですね。 注意点は何かというとですね相手が説得をもう一回する場合が行われるんですまあおいでよと言いますからねそうは言っても辞退しないでうちに入りゃどこなんだよじゃあ今から相手に断れやみたいなお話をする人事がいないとは言えませんそういう意味で言うとですね皆さんがふらふらしてちゃいけないってことなのもう辞退するんだって決めたらすいませんもう決めましたんで申し訳ありませんって言い切る皆さんがね 言い切らないからひょっとしたらまだね説得できるんじゃないかって相手が思っちゃうここの部分がするとまた問題がね解決しなくなる優柔不断な対応をしていけませんこのことをきちっと覚えておいてくださいさあそして内定自体を伝える時の手紙の本文の例極めて簡単な例だけご用意させていただきました簡単な例だよ背景でまあこれ記者ますますご清聴のことを喜く申し上げるこれはまあ手紙を書く時には必ずこう書く。 そして先日は内定のご連絡をいただき誠にありがとう。まあ、ありがとうございました。しかし、電話でもお伝えしたように、ね、内定を辞退させていただく。これ、私事でってもいいんですよ。これ、理由を本当のこと書くので私事でってしようでいいんです。で、このような結果になったこと大変申し訳ないと謝る、ね。いろんな貴重な時間を無駄にさせてしまいました。いろいろお世話になりました。そして最後 ご発展をお祈りします、まあ、これが基本的な手紙もちろんこれにねいろんな個別の事情を入れて文章を厚くするっていうのありますけど、まあ、これが基本パターンだってことをご理解いただければと思いますそして伝えるべき内容はもちろん理由と謝罪本当に言いたいことを言いたい場合はね第一志望から内定をもらったといえば十分十分なんですあそうなのねとこれ嘘をついてた場合は厳しいですね御社が第一志望って言った場合うち第一志望じゃなかったのこれはねもう低姿勢に申し訳ありませんでしたと。 いうふうに何言われても謝るって気持ちないといけないってことだねそして内定自体の影響って清水さん出るんですかうん。連絡ありの場合となしの場合によって変わりますけど連絡ありの場合はまあそうは言ってもしゃあないなになりますけど連絡なしで捕まわらなくなったっていうとこれは結構要注意人物扱いされますこれはね内定の内定自体を連絡なしで逃げちゃった場合も 内定承諾に悪質ちょっとこれないんじゃないのと最後までね来る気満々でポーンといなくなっちゃったみたいなちょっとないんじゃないのって相手が思ったような場合にはこういうことが後で起こる可能性がゼロと言いませんこれは要注意大学だなってバーンとチェックかけられる場合もあります要注意研究室そういうふうにかかる場合もあります特に異形の場合はこれ影響出ますあそこの研究室ってこういうことが起きるんだよね多分人事がねもう記憶の中に残ってますもう取るのやめようみたいな。 これね企業が強い場合と学生側が強い場合によって立場は違うんですけど企業が強い場合だったらそこを多分二度と取ってもらえない可能性出ます気をつけてくださいね、まあ、ベンチャー企業などね複数人同一大学で内定承諾の事態連絡なしが出るとですねチェックしますからで後輩が人事から非常に厳しい目で見られる我々もこの仕事やってるとね人事の人を話してて「いやあそこの大学ちょっとね」なん何かあったんですかいやね事態がね2年連続続続続いてんだよねね。 それって相手承諾の時代が2年連続,続いてからちょっとあそこの大学が取りたくないだこう思ってる人種多いんですよ。だから皆さんが僕はね辞退しちゃいけないんじゃないちゃんととしした対応をしないと あなたのね所属してるとこそのものに迷惑をかけてしまうそのことを絶対覚えておいてくださいそして注意点連絡なしは絶対 NG だよさあそういうことをですね意識してください清水さんね今ねいろいろやっててですね困ってんですよねこれってもう一年やるべきかどうかまあそうやって何で人もいますねそういう場合にはですね 清水さんどうすればいいですか我々今ちょっと困っている学生さんに対してね23層面談してねどうしたいの本当はじゃあ僕らが知っている会社で紹介しようかみたいなことで待ってます個別の面談も実施中是非概要欄からですねスケジュールの中で皆さんが面談登録することができますお待ちしてますさあそんな形でですね今日のですね内容を見ていただいて清水さんよかったって場合には高評価ボタンそしてですね是非感想コメントもお待ちしてます さあ、そしてですね。皆さんが無事就活を終えて清水さんありがとう。これを聞きたいと思ってます。よろしくお願いします。